はい、えー、今日はこちら、チェンマイホルモンさんにやってまいりました。えー、焼肉屋さんですよね。日本を、あ、ちゃちゃ、日本風焼肉、チェンマイを代表する日本風焼肉ぶっちぎりの、えー、人気店で、えー、ございますと。ね。え、みや、もうちょっとこう、レストランの紹介をしてよ、みたいなね。えー、見どころ、もうちょっと観光観光した、 ね観光客向けの動画を投稿したらどうなのよみたいなね。えー、そうってね。じゃあもうちょっとポップにね、ポンポンポンと、えー、行く先々の、えー、お店の動画を全部投稿します。これからはね。じゃあね。えー、で、こちらにやってきました、えー、焼肉屋さん。どんどんね、お客さんが入ってきますわね。すごいよね。 ではい先日結婚することになったヨッシーさんとラッキーさんこの2人はねタイ語がペラペラ、ね、読み書き読み書きもできますし、ね、ちなみにエミヤンタイ語どうなんですかっていうとあの無です1文字も知らないこんだけ長いこといて字を1つも知らない うん、そういう欲求がない。字を読みたいなって思ったことが今まで一度もないんだよね。タイに長いこといて。うん、この字なんだろうって気になったことが一度もない。はい、えー、何飲んでるんですかってこれ水です、ねえー。今ね、アルコールの提供は禁止ですから水飲んでます。アルコール風に見えますが、これ水でございます。ね、で昨日の焼肉は良か,、ね、かったね。うまかったね。そもそも店自体の、ね、味も雰囲気も良い,いのに加えて男たちが良かったね。 うん、この男2人が何、あのー、だろう女に気を使わせない、うん、何頼んでもいいですか、まあ、金持ってんだよな、うん、焼肉屋さんに来てあんまりや焼肉屋来ねえんだよチェンマイではなんでかっつうとどうしても焼肉屋ってさこう網で焼くし割り勘になりがちだよねどうしても割り勘になるよねその時に 割り勘する相手の経済力にさ、こう気遣うんだよね。金ねえだろうなぁとかさ。だって仕事してねえもんなぁとかさ。うん、まあいいとこ千抜ぐらいしか出せねえんだろうなぁとかっていうふうに気遣って食うの焼肉がすげえつまんなくて。うん、その点であの男二人たちは、えー、まあ普通もう40歳だからさ、ね40前後の中年なんだから、ね、日本でよく恵比寿焼肉屋さん行ったよね。若い時ね。宮の友達なんかね。 ね女の子一緒に連れて行って、ねそしたら、うん、そしたら2万円か3万円はかかっちゃったりするよね、焼肉屋さんってね、うん。そして夜通しカラオケ行ったり遊んだらいくらよっていう中で、でもそれが東京だと普通じゃんね。うん、でもなんかこう、チェンマイに来て、チェンマイでタイ飯食って安いなとかって言ってる分にはいいんだけど、日本食屋さん行って耳っちく食ってて、ねうわ、3000円しちゃったとかさ、ね1万円しちゃったとかって、 それで、やっぱびっくりすんだよね。うん、よくヤみヤが寿司のランチ行って、うん、ね、ちょっとビル飲んだら1万円超えてて、うわ、1万円かかっちゃった、つって3000バーツしちゃった、つって、チェンマイの中では少し、こう、衝撃を受けるんだけど、でも東京だったら普通だよな、これは、つって。うん、で、なんだろう、寿司屋はさ、ね、あの、おごっちゃえばいいんだけど、焼肉屋さんって、人数多いし、 おごったところで盛り上がるかっつうと盛り上がんねえんだよね、うん、だからどうしてもその一緒にいる割り勘数であろうね男たちの経済力とかさねあと気質に随分こう依存して楽しさが変わってきちゃうよなっつって、うん、そんな観点で昨日は女の子はね何より楽しんでたし「うんね、はいここどこですか?」ってこれマクロ、ね、昨日2時半ぐらいまで飲んでたんだよね エムヤはその前にもう寝たっていう噂もあるんだけど、なんだかんだ昨日、彼らと2時半ぐらいまでわーってやって、最終的にはガラスが割れて、足を怪我して、その足をビニール袋に入れて、て止血して、そしてそのビニール袋が真っ赤になってるっていうね。そういう農業をやってる友達が、 行ったのが最後の記憶で、そしてパタッとドミトリーで寝て、で、起きてマクロに来ました。ね、朝一番、ね、まだ6時前で開店してないんだよね。この、お店がまだやってないっていう、何、うん、一番風呂みたいなね。そういうのがすげえ好きなんだろうな、気質として。寝てられないんだよね、つまんなくて。うん、やべえつ。なんか面白いことねえかなって、どうしても朝早く起きちゃう。 朝が、朝強いね、とかつって、よく妻に言われるんだけど、お前朝弱つってね。ね。弱すぎる。あれは普通なのかもしれないけど、寝,過ぎな寝すぎらね、たくさん寝ろって話もあるんだけど、寝た分が体にいいよっていう。あのさ、1日2回の瞑想をしますよっていうね、15分15分、朝夕に2回瞑想すると、そんな長いこと睡眠いらないのかな どうなんだろうね。瞑想を随分、随分昔から瞑想してるんだけど、睡眠時間がやけに短いんだよな、エミアすぐ死んじゃうよとか言われるんだけど、そういう友達と一緒にいるとすぐ死んじゃう。何かにつけてすぐね、体を壊すよとかって言ってくる、そういう友達とは距離を置きたいよねってね。うん、ねはい。このね、広告ね。字が一文字も読めませんからね、エミアンね。うん だなんかの励みにしてほしいですよね。いやー、言葉がわかんないからね、海外移住難しいよ、だね。そういう人のために、ね、エミアン一切勉強してないんだよね。この字を読みたいって思ったことが一度もないもん、対語。そもそも。なんで喋れないのとか言われるんだよ。長いこと言って、子供もいて、奥さんもいて、なんで全く対応だって、喋りたいと思ってねえんだもん。英語も。別に英語もさ、 もう別に勉強しなくていいでしょ、いちいち。すればするほどさ、英語できないっていう劣等感にさ、駆られてる友達がいるんだけど。ね、うちの親父も、結局、ボケる直前まで、やたら言語を勉強していて、韓国語、中国語、英語、ドイツ語、その4つ。死ぬまで勉強ね、ね、ボケる寸前まで勉強して、読み書きできますよってごめん言ったんだけど、結局使ってないからね。 すげえって言われた、言われ、言われるのは気持ちいいのか知らないけど、なんもすごくねえと思ってる、エミア。使ってねえじゃねえかよ、つって、うん。で、なんだろう、コミュニケーションがあまり、こう、上手じゃない人に限って言語に執着してるっていうね、そういうニュアンスもエミアの中にあって、うん、コミュニケーションがうまく取れないことをね、補うために言語に集中していくって、ねうん。だから 言語勉強してすげえトイックとかトイフルとかすげえ高得点取ってる人に限ってコミュニケーションがうまく取れない人が多いなってね。そういうね、えー、傾向もあるんじゃなかろうかっつってね,ね。はい。じゃあね、ここに書きましょうか。I love you, m y んですってね。で、えー、045-811のっつってね。横浜の実家の電話番号を書いちゃいましょうかねっつって。っなんかあったら実家に電話してくれ。つって。うんね あいっつって、うん、まだね空いてませんから、うん、この朝が強いねで妻は朝超弱い、うん、弱すぎるで歯医者に行ったんだけど昨日ね、うん、昨日歯医者行ってあの4時半の待ち合わせつか受付に予約なんだよね妻もエミヤも4時半から治療始めますよっつって ね。で、その歯医者のすごいところは、全く待ち時間がないわけよ。毎回ね。うん、優遇してくれてるのか知らないけど、一切待ち時間ないわけ。うん、で、M 夜4時半に到着しました。豪雨の中ね、すんげえ雨降ってて、びしょびしょになって4時半に着いて、じゃあ妻何時に来たかって言ったら6時なんだね。遅っつってね。1時間半も遅れるってね。普通そうしたらさ、ね、その日行かないじゃん。うん。でも一応行くって。来られただけ、あっちも困るよってね。 ででも一応チェマイっっててそれで成り立ってっから別に歯医者さんが妻に怒るわけでもないし日本だったらちょっと怒られんじゃんムカ、うん、つかれんじゃんでも妻全く気にしてないんだよねうわ嫌だわと思って、うんねね、はい、えー、カメラ禁止犬禁止鉄砲禁止、うん、あとドラッグ禁止、ねうん、カメラ禁止ってなんだよっつってね その、カメラ回してると怒り出す人っているよね。うん、その厄介だ。もう、もういいじゃん、つって。そういう時代になったんだからさ、つって。昔よくラーメン屋で、あのー、写真撮ってたら、ラーメン屋の店主に怒られるんだよね、うん。勝手に写真撮ってんじゃないよ、と、つって怒られちゃうんだよね。うん。でも、時代が変わって今になったらさ、ね、そのお店の宣伝をしてくれたらね、なんか、ね、卵おまけとって、そのおまけしてんの。 なんだこいつと思ってさ、うん。ちょっと前までさ、写真撮ったら怒ってたのにさ。うん、今、逆に撮ってね、ポストしてください。なんて、なんて都合のいいね、ラーメン屋さんなんだってね。うん、思いましたけど、うんね。はい、もう一回じゃ広告見てみましょうか、つってね。一文字も読めねえかって、しつけえなんつって。分かったよ。お前読めねえんだろ、つって。うん、そう、読めないんだよね。一文字も読めない。あ,あ、そうだ。この間、えー、ランプンっていう町に行って、 えー、結婚する友達の家族に会ってきましたよ、みたいなね。そういった動画あったでしょね。えー、大家族と友達がこう、何、話し合いをして、そこに m ミアも同伴するっていうね、同席するっていう、そういうのがあって、そこでいろいろね、タイの文化について、えー、友達がこう、相手方の親父さんたちからいろいろ聞くっていうね。まあ、金払えよって話でもあったし、うん、タイにはそういう文化があんだぞ、つってね。 結婚するときには、男から女に向かって、金を払うんだぞ、つってね。知ってるか、そこ、つって、ね。そういう話をしてたよね。で、エミアンも結婚したことはあるんですよね、みたいなね。結婚してるんですよね。じゃあ、その文化知ってますよね、っていう風に振られて払うしね。はい、知ってますって、ね。払ったでしょって。はい、払いました。とかってね。えー、そんな、こと言ってたんだけど、実際のところエミアン払ってないんだよね。うん、結婚したけど、普通払うよ、確かに。 タイって、うん。ね、そういう質問あってね、うみ、ん、は払ったんですかお金払ってません。ねあの。だいたいみんな100万円ぐらい、30万バーツぐらい払うんじゃねえかな日本人は。なんだかんだ。うん、何アイデア家族に。今まで育ててくれてありがとうみたいな、そういう気持ちで払うんですよ、みたいなことを聞いたことあるけど。ね。まあ、確かにね。 あの育てた娘が嫁に行ってしまって家から嫁がいなくなってしまったらその家も寂しいだろうしねもう一生帰ってこなかったらなんだよ散々育てたけどいなくなっちゃって結局、うん、老夫婦だけは取り残されちゃったみたいなことになりかねないよね家としてはさ、うん、それは大変だなっていう、ね、その点で MI は逆に MI がこっちに住んでっからね 娘のお父さんお母さん。妻のお父さんお母さんたちとエミアン一緒にいるから。逆に、エミアンのお父さんお母さんがかわいそうじゃねえかみたいなね。誰もいねえじゃねえかっつってね。そういう気持ちもある中で。ま、エミアンは払わなかったよね。払わない代わりにビジネスしますからっていうことだったよね。 商売するから。その金商売に回すから。ね、結局、金のなる木を植えますんで、えー、許してくださいみたいな、そういう流れだよね。そういうことを言語化してないけど、金ねえよって。ただビジネスはするから。ね、お金は作るから。な同じことだからってって。で、うちの妻の母親も商売人だから。その商売をしたいんだよね。お金を、お金を、何お金を稼ぎたいっていう、そういう気持ちが超強い家族で。 うん、そのために生きてんだよね彼らはね、うん、もうとにかくお金が好き、うんうん、うちの妻の家族はねお金っていう存在自体が好きなんだねそれはすげえなって思うよねうんエミヤンたちなんかは日本人のうちだなんかはどっちかっていうとさお金ってどっか卑しいもんだっていうことを植えつけられちゃって、うん、それが良くないなとは思ってんだよねうちの父親も母親も何だろう食事の時にあのお金の話をするのはあんま好きじゃないんだよね お金のことはまあね、後でやっといて、ね、家族で集まったら、なんだろう、ねあの、もうちょっと文化的な話をしましょうよっていうのが、まあ、うちに限らず日本人ってどっかそういうとこあるでしょ。うん、でも違うの、ん、タイはね、とにかく一日中お金の話をしてるんだよね、うんで。すればするほどお金が入ってくるからって、まあ、確かにそうなんだけど、うん、そうなんだけど、ねうんまあ、MI 払ってませんよっつって、うんうん、そういうことです。まあね、はい、昨日ここで飲んでてね。 ででっかい瓶が割れましたわね。そしてちゃんとこれを踏むんだよね。日本人のその農業やってる友達が。やっぱ踏むのがなんかこう、裸足で、裸足慣れしてんのかね、あの農業だから。でちゃんとあの割れた瓶を踏んで、足から流血して、あの辺に血あったよねで。ビニールでその足を覆って、そのビニールの中に血が溜まってたっていうね。それでも飲み続けたってね。うん、そういうことですね。で、 日本の友達がコロナにかかって、そしてようやく退院したんだよね。うん、その一方を受けて、じゃあ、一杯飲みましょうかってね、朝からね。うん、おめでとうございます、うんうん。いいじゃないですか。やっぱりコロナってただの風邪じゃないね。うん、その友達は、その友達は、えー 1>, 1週間ぐらい入院してたかな、5日間ぐらい入院してたかな、うん、そのね、会期祝いにビールを飲んで、つね、ここはね、m m の DJ ブースですから、ね、豚骨とか、いろいろやりながら、飲みながらね、うん、ね、はい、飲みながら、あって、キュインキュインキュインっていうね、かっこいいでしょ、ね あ,あ、あそこはね、何やってるか。あれはね、えっ、ー、と、背脂なんですよね。背脂を砂糖で煮ると甘くて美味しいよっていうね。そういうね、シンガポールでラーメンやってる友達から教えてもらって、もうほんとね、詳しく教えてくれんの。んねもうほんと感謝してる。いろいろね、えー、麺作りとかいろんなね、うんその業界のね、裏側のその、そこで流通している、 レシピを惜しげもなく M 屋に教えてくれるんだよね。ありがとうございます。ね。彼も昔はバンコクにいて、んで、バンコクに根付いて、そっからラーメン屋始めて、今はシンガポールで家族持って暮らしてるってね。すごいじゃないですか。うん。あ、そうだ昨日さ、寿司屋にも行ったんだけど、寿司屋で、あのー、おばちゃんとおじちゃんたちが、小室さん、あと、まこさん、天皇家の、 あの、結婚の話を結構していて、あの、なんだろう。その、お母さんお母さんがすごいひどいよねっていう話を、小耳に挟んであ、そうか、そういう質問昔もらったなぁ。みんどう、どう見てますかみたいなね。で、もう一度詳しく見てみたのよ。その、小室さんたちの背景を。お母さん嫌な女だね。うん、本当はああいう何人の金で、ね、どん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 絞り取ろうっていう 女性だよね。うん。あの、何かにつけて男の金絞り取って、そんで全然その、ね、当然よと思ってね、返しもしない。嫌だな、いるよチェンマイにもね、バンクにもそういう女たくさんいる。うん、たくさん見てきた。多分人より、人の何倍も見てきた気がする。うん。ね。で、エミアの周りもいるしね、そういう女性ね。大嫌い。うん、もうん嫌い。うん。嫌な、嫌ですがもうほん